結構最強かも。5000円台でこの音が出せればもう大健闘じゃないかなっていうふうには思うな。どうも皆様こんばんは。連休最終日は松本めっちゃ雷鳴ってます。セゴリタ三世でございます。いや外大丈夫でしょうか。停電とかにならないといいんですけれども。というわけで今日の動画はこちらでございます。アンカーのサウンドコアリバティネオでございます。さあ昨日はこちらでしたね。ついこの間発売したばっかりスピリットドット2でございます。これは7000円ぐらいで、こっちが5000円ぐらいなんでまだ安いです。レビュー数がですね約4700、高評価が 4.23 ぐらいなんで相変わらずの高評価の化け物ということで、レビューする人がね4000人いるっていうことは、まあ書かない人も圧倒的に多いわけですから、その10倍はいるっていうことで考えたとしても5万人ぐらいは買ってるんじゃないかなっていうことでございますよ。ということでですね、まだ買って開けてもいないので、これから開けながらどういったものなのか詳しくご説明したいと思います。はい、というわけでこちらがですね、サウンドコアリバティネオでございます。こんな風になってます。ウルトラコンパクト、一応第2世代になってるみたいですよ。さあ出てこいよ、オープン。よいしょ、こんな感じ。非常にシンプルですね。昨日のこちらスピリットドット2に比べると凝った作りになってるんだけど、それに比べるとですね非常にシンプルな構造になっております。こちらは取り出して、さらに下になんかあるわ。よいしょ、開けていくと充電の仕方という風に書かれた紙が1枚入っていました。でそれ以外にもイヤーピースとかが結構乱雑な感じで入ってるのと、右用左用って書いてあって、それぞれ袋開けるとこんな感じになっていて、 L とか R とか書かれてる下にですねちっちゃいポッチがありますね。これによって多分大きさが分かれてるっていうことだと思います。イヤーピースはここに3つ入っていて、さらにですねもう1個あるので全部で4種類あります。やや固めかな、昨日のよりちょっと固めになってるような気がするな。それとハッピーノットハッピーカードは、こっちはこのカードなんだ、よくわからないな。違うカードの時もあるからね。そしてクイックスタートガイドとか大事そうな紙とかそういうものが入ってました。それとマイクロ USB ケーブルが1本入ってましたと。これ以上ここにはですね何も入ってないみたいなんですけど、新しいものとともにまた空き箱が増えたので今回もこの中に入れられるものないか探したらありました。こちらです。はい、アメリカ直輸入のクリームチーズ、これがねこの中にねぴったり収まると思うんだけど、危ねえ、ぴったりだ。イヤホンを取り出した後にはクリームチーズ入れにもなる。さすがアンコール、いろんなこと考えてくれててありがてえすね。ちょっと危なかった、今入れた瞬間にこれ収まっちゃうんじゃないかなっていう恐怖がありましたけれども。ということでこちらが本体でございます。こんな風になってますね。サウンドコアという風に書かれていて、やや高級感があるかな。昨日のがこっちなんで、まあ好き好きかなっていうところがあるな。俺こっちのケースの方が好きかな。開けていくとオープン、こんな感じで、あれ、あーびっくりした、なんか途中で一回止まるねこれね。ここって2段階で行く仕様になってます。取り出してみると、まずケースが上っ側こんな感じで、スベスベするな、すごい。ここちょっとねこの周りとてっぺんは違う仕様になってるな。中はこのようにそれぞれですね形を合わせると、左側は左側でしか入らない仕様になっています。で開けるとこのように電気がつくようになっていて、ぐるーっと回すと後ろ側に充電という風になっています。ここにパンと入れれば充電になるということですね。でイヤホン自体はこのようになっていて、周りのバンドは交換することができる。で充電するスペースがこのようになっていると、充電中はこんな感じで光るようになるみたいです。こちらもですねグラフェン採用ドライバーっていうのを使っていて、従来よりも 35% 軽量化に成功したと。ちょっと一つ心配なのが、ベースアップテクノロジーで低音域を最大 43% も増幅させてるんで、ドンシャリを超えたもうドーン系なんじゃないかな、昨日に続いてんじゃないかって気がするのと、あと IPX7 ついています。で Bluetooth は5に対応しているというような形になっているみたいですね。あとイヤホンの重さ自体は 5g、 まあ確かにめちゃくちゃ軽いなっていう感じがするね。さあというわけで一体どんな音がするのか、いろいろ僕に合ってる形に変えて使ってみたいと思います。はい、というわけでじゃあつけていきましょう。一応ねイヤーピース自体はねやや固めでいいわ。これぐらいの方
方がちょうどいい感じするね。あ、一瞬でペアリングも終わり。あ、装着感いいね。こんな感じで見えます。今日ね、湿気がすごいからちょっと俺のもみあげくねってなってるかもしんないけど、イヤーピースもね4種類あるんで、こうピタッとくっつく感じはまあ引き続きいいかなって思いますね。じゃあ聞いていきましょうか。低音の何十パーセントアップっつうのにすごい恐怖を感じるけどね、どうでしょうか。すげえ心配だな。あ、でもそんな強くはないな。ちょっと強いかな。いやいや、あ、強えな、おい。いいよ、こんな強くしなくて。あ、でも昨日ほど強くないわ。まだ大丈夫だわ。あ、まだ聞ける音だった。あ、よかった。今度はノーブルと比べてみようか。あー、やっぱこっちの方が迫力あるってか、音が広いんだな。やっぱこれを踏まえしてもう一回聞いてみようか。あー、やっぱ低音強えな。そして音がちょっと攻めえな。でもまあまだ聞けるわ。まだ気持ちがいいな。気持ちがいい低音だわ。昨日のは何だったんだろうか。こっちともちょっと比べてみるか。なんであんなに昨日耳痛いと思ったのかな。あ、痛い痛い痛い。あ、痛いな。ダメだな。やっぱ痛えな。俺の感覚合ってんだ。あ、じゃあこっちの方がやや低音は弱めなんだな。スピリットドット2の方はね、ドーンシャリみたいな感じがするんだけど、こっちはまだドーンシャリだね。いや、なんでだろう。なんでこっちはすげえ痛く感じるんだろう。なんか突き刺さるような低音で、なぜそんな風に感じるか不思議だな。刺さっていくんだよな。作業が刺さるとかあったらわかるんだけど、低音が刺さっていくって結構初めての経験だな。解像度が高いとかどうかって言われると決してそんなことはないんだけど、低音はまだ大丈夫だ。あ、よかった。なんかすごいすごいほっとした。何パーセントアップとかって言われちゃうとビビるな。大丈夫かってなるけど、低音もまあまあ強いけれども、そんなにガッツリ来る感じはないし、高音域もまあまあ聞こえる。まあ刺さってくる感じはちょっぴっとあるけど、でも聞けない音じゃないな。まあ、大健闘な音だなとは思う。5000円でこれだから。あ、まあ、売れる理由はわかるわ。ただ、すげえ広い音がするとか、曲をすげえ綺麗にこれで表現してくれるとか、そういうんじゃないなっていう気はするけど、まあ、それはしょうがないけどね。あ、でもなんかすごい良かった良かった。すっごい警戒しまくってたから、あ、なんかすごい予想より良かった。ということで、ちょっとまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はサウンドクアリバティネオをご紹介しました。まとめていっていきましょう。予想より良かった。予想より全然っていうか、もう恐怖だった。ちょっとトラウマみたいになってたから、昨日のがめっちゃ低音聞いてたから、これどんなんだろうと思ったけど、低音は聞いてるけど、そこまでガツガツっていう感じじゃないし、まあ聞けるかなっていう感じの音ではあります。高音も聞こえるけれども、まあやや低音にかき消されちゃってるかなっていうところもありますね。コストをあまりかけていない分、低音によって迫力を出そうとしてるんだろうなってすごい感じる。音がスッカスカの場合にはさ、うわ、なんだこの音って、これイヤホンかとか、本当にこれって音出してるっていう風になるけれども、低音をこう強調させていって、で他の音がなんとなくこうぼやってしちゃえばいい音に感じるんじゃないっていう風なのも感じるよね。残念なとこ言っていくと音が狭いよね。まあそれはしょうがないけどね。まあでも Bluetooth 5.0 に対応していたりとか、まあこの音がまあ狭いけれども聞くことはできる。しかも5000円だからね。5000円価格帯でいくと結構最強かもしれないなっていう風には思うな。本当はね、有線の方がいいよ全然。例えばこちらのファイナルの E 線とかはもうこちらとかの方がそれは豊かだし音も広いしいいんだけど、無線で完全ワイヤレスでこの音が出せるんだったらいいんじゃないんかなってすごい思っちゃった。聞いてて7000円出して、この低音はちょっときついけど、5000円でイヤーピースもね、こうちょうど硬さもちょうど良くて、個人的にはすごくいいんじゃないんかなっていう風には思っちゃったな。結構最強かも。5000円台でこの音が出せればもう大健闘じゃないかなっていう風には思うな。それはね、ノーブルとか AG とかそういうところの方が全然いいし、もともとかかってるコストとか技術とかが全然比較にならないから、まあ、それはそうだよなと。まあだって5000円以内でしょ、それで税込みでしょ。だから5000円払えばお釣りが来るんで、それを考えれば非常にやっぱ売れる理由はわかるなっていう風に思いましたね。いや、奥が深かったな。なんかちょっと舐めてたな。もっとなんか、あ、耳痛い耳痛いっていう感じになったり、全然聞けないなっていう風になるのかなと思ったけど、5000円なんだってっていうのがすごく働く。例えば1万5000、2万払って、うわ、この音かってなると、うーっていう風になるけど、5000円だったら、まあ、いいかっていう風に思える価格だし、しかもですね、完全ワイヤレスで聞けるんで、値段的にあんまりコストかけらんないっすとか、学生さんとかにはすごくいいんじゃないんかなっていう風に思いましたね。これを皮切りに、どん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 こう沼にはまっていって、よりハイクオリティなものになっていくっていうのも楽しいかなっていう風に思いましたね。やっぱ売れてるだけはあるんだな。完全ワイヤレス5000円以下でいいのありますかって言われたら、
俺これって答えるかもしれん。エバティネオ買っとけばいいんじゃないっていう多分言うかなって思う。こっちの方がね、僕個人的な音としては好みです。完全防水もついていたりとか、20時間使えたりとかするみたいですよ。なので個人的には結構満足。5000円だしなーっていう風に、個人的にはすごくいいんじゃないかなっていう風に思いました。アンカーってこの振れ幅すごいよね。なんでこんなさ、お安くていいじゃんっていうものから、うわ、すごいなこれっていう。この振れ幅何なのかな？もうちょっとこう調整できるんじゃんっていう風に思うけど、スコーンって突き抜けて、うわ、いてーっていうのもあれば、ああまあうん、この値段だったらいいじゃんいいじゃんっていう、このちょっとこうストライクゾーンのところもあれば、内角ギリギリみたいなところも攻めてくるものもあって、個人的にはすごい面白いなって、やっぱ面白い会社だなっていう風に思いましたね。なので、まあ気になる方は僕の動画説明欄にリンクありますので、ぜひそちらから飛んで見に行ってみてください。というわけで今回はサウンドコアリバティネオをご紹介しました。いかがだったでしょうか？皆様ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてください。それとこの動画が面白いと思った方高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日、チャオ。We'll be right back.